停止駅は大韓民国系軌道上南四本東区停止道にある韓国鉄道公社とアラボン、当線の駅相対式ホーム2面2線を有する地下駅保安用にホームドアシステムを装備する改札口は北側と南側の2つがある南側の改札口は上下ホーム別々に設置されており改札内でのホーム間の移動はできない切符売り場、化粧室は 南側の改札付近にあり、ホーム外行きエレベーターも南側の改札内にある。北側の改札内には、水彩やおぎり里徳館開通当時の資料が展示されている。出入り口は1番から4番まである。地上改札会館のエレベーターは2番出入り口と4番出入り口付近に設置されている。地下駐車場が併設されている。 乗り場相対式ホーム2面2線を有する地下駅。保安用にホームドアシステムを装備する。改札口は1カ所ある。出入り口は5番6番の2カ所ある。地上改札会館のエレベーターは5番出入り口付近にある。ビキニ寄りにボ頭当線への連絡線がある。2機区間開業前は、アラボン当線車両のボン当車両事務所への改造用に使用されていた。 東駅以南のアラボン・当線は、景気鉄道の運営区間となるため、東駅北と以南の区間にまたがって乗車した場合、加算運賃が発生する。盆東線は、隣の備金駅でも接続しているが、湖南方面から盆東線に乗り換える際は、東駅で乗り換える方が割安となる。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。ホーム盆東線は、ホーム北よりに、ボン。 当東線は、改札街の南寄りに連絡通路が設置されている。連絡通路の途中には乗り換え改札機が設置されている。両線の改札会同士はつながっていないため、本当線の出入り口から、アラボン当線を利用する、または、アラボン当線の出入り口から本当線を利用する場合、乗り換え改札機を通らなければいけなくなり、そこで、アラボン 当線利用の有無にかかわらず、当線の加算料金を引かれることから、アラボン当線開業当初は問題となっていた。現在は、加算料金がアラボン当線公車駅で引かれるようになり、乗り換え改札機では料金を引き落とさないように変更されている。開業当時は、駅周辺に何もなかったため利用人数は少なかったが、駅周辺の開発により、 利用人数が急激に増加した。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。駅周辺を隅側から望む駅の西北、川地域あたり駅は上南王子の真下に位置している。駅西側はオフィスビルや高層マンションが立ち並んでいる。特に西北側にはヨーロッパ風の住所を複合ビルが林立している大変異国的な上種の地域になっていて、 韓流ドラマである、恋愛時代や19歳順序などのロケ地になったこともある。駅東側には隅川が流れており、越えた先にはアパートが立ち並んでいる。abhttp://www.shinbundang.co.gr/slashindex.jsp ページットイコール ダックスライン、ダックスライン66、jsp&open、メインイコール 1& オープンサブ1イコール 6&、オープンサブ2イコール 0http コロンスラッシュスラッシュインフォドット .korail.com スラッシュ servlets スラッシュリニュードット sta.sta0200.swsta02205v1 SVT コードイコール A875& ネームイコール SBS82011 年12月16日 AB ありがとうございます。